日朝にこの女性が自宅で倒れているのを見つけた夫が百1番通報自殺をほのめかす内容のメモが見つかっているということですという1月22日付の東京新聞の記事なんですこれはまあ,あの私がずっとコロナのここで報道を、ね、説明してますけどもその中でも最重要ぐらいの問題なんですどういう問題をこれ含んでるかっていうと、はい、あのまずね、えー、なぜ新型コロナを二類に、うん 指定したかって言うことですね、えーえー、これちゃんとあの医療関係者にも確認してきましたが当たり前のことですがえ症状が厳しいから二類にしてるんじゃないんですねで感染が注意しなきゃいないつまり国家として感染を注意しなきゃいけないので二類に指定してるつまり一類とか二類とか三類とか五類とかいうのはね何によって分類してるかというと症状で分類してるんじゃないって言うんですよ 全般のだから日本国民全体が危なくなるから二類にしてるところがその記事何ですか大体一平さんこういうニュースを読んじゃいけないんですよ東京新聞だからなこれフェイクばっかだからねこれこんなこと書いてんですよえっとあれ 無症状だったため、自宅療養ししていました記事にはそうはあったもんですから、そのまま読みしかなかったんですが、そう、なんか他人に責任をかぶせてるい、ね、いや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 、そういう意,味 <laughs> もう意味で申し上げたんじゃないですあのね、無症状とかなんかいうことと、二類感染症って、定義が別なんですよ、別に感染してるっていうんだったら、必ず国民から隔離せんでいかわけですよ。 つまり、本人の命じゃないんですよ、二類感染症っていうのは、もちろん本人の命、大切ですよ、だけども、二類感染症に指定して、特定病院に入れなきゃいけないってのは、なぜかって言ったら、隔離するからです、はい、だから、えー、PCR 陽性者で感染しあのし死亡した後に測ったら、PCR 陽性者だって分かった人も、家族と合わせないで焼くんですよ、焼却場で。えーはい 火葬場で。というのはこれ何を言ってるかっいったら感染を絶対的に防ごうとしてるわけです感染をしたら感染してる人が無症状だから自宅療養ってこれ何ですかって言うんですよ。で自宅に押し込めるってことは家族全部かかるってことですよこの場合はそうだけど。ということはお母さんの場合は必ず子供かかっちゃうわけですよ子供かかっちゃう子供が今度いじめられるからってお母さんが自殺したのがこの例だけど。 じゃあなんでこの二類感染症の概念と全く違う完全な法律違反ですよ、これ、それをやったかってね、またこれも取材したら、あのねえ病院が引き取らないんだって、要するにね、のかん病院はこういう理由言ったらしいですよ、厚生労働省、医師会だろうけどね、要するに、他の患者にうつるから嫌だっつったんです、収入を収容するのね、うんのはい。 それで厚生労働省はそのお母さんを自宅に入れたわけだなぜかってったら赤ちゃんは文句言わないからですよ赤ちゃんは小学生だから女の子だからお母さんそれ二類感染症でおかしいんじゃないのって言わないんですよねそれでもちろん感染するわけですよ当然自宅だからじゃあ自宅療養者 200, 200人ぐらい死んでるでしょ これはもう完全な殺人みたいなものなんですよ。というのは二類感染症にしとくとわ分かりました二類感染症にしとくということは、うん、伝播伝染染すするから二類感染症なんですよ別に本人の症状が厳しいからじゃないんですよ。それでじゃあどういうふうにやってるんですかじゃあ買い物も行かなきゃないし子供のご飯も作んなきゃないしどうするんですかって言ったらね、うん、10日間だけ。えー お母さんじゃなかったら本人だけの食料を届けるんだってはあ、はあ、お母さんの場合は子供の分も届けるんだって、うん、10日間だけ、えー、でちょっとこれを聞いた人がもしかしたら違うかもしれないです僕もねあの全部慎重にやったわけじゃない10日間で治んない場合治んない時は PCR 検査もう一回やるんでしょうね、えー、それで陽性だった時どうするどうするっていうことがあるかもしれません、はい、だけどいずれにしても、うん、主たる筋としてはね二、えー、類にか指定しときながら、えー 感染って分かりながら PCR 感染する、はい、PCR もすごくいろんな意見があるけど、うん、ウイルスは喉に1万個ついた時に発症するのに5個の定義でやってるでしょ40とか41で、はあ、それも二類だからって言うんですよ、うん、つまりその二類だからあのそれで症状無症状の人からも感染するっつってるわけですよ、えー、政府はずっと、えー、で二類に指定して無症状で感染して PCR 検査の CT 値増幅率を高くして。うん これで5個のウイルスで検出するようにしてそこをずーっと理屈を取ってるんですよ、ああ最後の出口、ええ、じゃあ感染が分かった人どうするの、うんのいや病院が嫌がってるから自宅ですよ、うん、じゃあ自宅で感染するじゃないですかいや家族ですからねみんな感染してくださいよとこれ一体どういうことかと、うんええ、それで200人死んだと、ええね、これでテレビはそういうこと一切言わない。そそれでそのだから これは僕はねもうものすごく偏ってる、うん、で政府っていうのはもし二類にするんだったら来年の2月まで二類なんですよ、うん、それベッド数は空いてるんですよさっきから言ってる、はい、僕がここで言ってるように、えー、ベッド数は OECD 各国に対して4倍患者数は30分の 1,、うん、1つまり欧米に対して日本の感染者数は、うん、人口あたりで120倍ベッドがあるんですよ、うん、だから医療崩壊する,人することない、はあ、だけど これは僕はまずね、えー、僕の、うん、倫理観から言えばね、はい、これは検察がやっぱりね、準、えー、殺人中かなんかしたら殺人教唆かなんかしないけど、教唆じゃないけど、えー、なんかそういうんでやんないとね、十分しまますすか止まんないででよこれでもう一つは、えーと、私立病院だから従えませんなんてことないんですよ。はい、私立大学ととか、えー、そういうい認可を必要とする 業務っていうののはね、うん、国の力が及びますから、えー、だから金か議員の数かなんか知らないけどね、はい、別の力だと思うんですよこれ、うん、で僕はね日本まあ武田宮様もねえっ、ー、と教科書のいろいろ教育いくやりますがぜひ、はい、やっていただきたいんですが、えー、日本いう国に僕プライド持ってんですよ一人たりともこういうふうな不誠実なことで命を失っちゃいけないわけですよ。 これ医療崩壊ってねそんなの最初から医療崩壊してますよだから僕はこの事件ねもう本当にかわいそうですよこの女性ね子供持っててやりきれないですよねだからこの事件は極めて大切で日本人の一番弱いところ論理が通ってないんですよこれだったら五類にすればいいんですよ五類にしたらもうどの病院も引き受けなきゃいけない自宅療養なんかなくなっちゃうわけですよ 救急車も今運ばないでしょ。だからね、何やってんだって感じなんです。うん。だからあの専門家委員とかそれま全部交代したわじゃんね。厚生労働大臣もこれについて深く反省もしてないし、っていうのがまああまり激するといけないので、はい。というお話なんですが、竹田恒夫さんから。あそうだ。はい、なんでしょう。あ、もう一つだけね。はいちょっと票出してください。はい。でもう一つこういう不当なことがありますから。 不当なことを先にやらないとね。この件と別の。そうそう。はい。もう一個はね、老人いじめなんですよ。ああ。ね。はい。だから本当にお母さんいじめと老人いじめをしているだけのことなんですよ。だいたい二十歳からさ、あんたみたいな男性はもちろん生きている価値はあったかまだ。もうどうでもいいけどさ、はい。お母さんと老人がさ、はい。集中的にいじめられてるのはちょっと老人の方だけね。ええ。例年は。 あこれ感染症なんですよ、感染症ね、はい、新型コロナと感染症をあ合わせて、発症者が大体2000万人、うん、拡大死亡率というのは、風邪が原因で死んだ人も入れてるっていうことですね、えー、2>, 2万人、えー、直接的に死んだ人というのは3000人ぐらい、はあはあ、それからその他に例年、普通に老人が死ぬ、高齢者が死ぬのは100万人なんですよね。 平均年齢で死ぬとこと半分死ぬととですからね。そういうことですね。で、例年はそうなんですけど、2020年、これコロナが来たんですよ。コロナが来たから、どうなったかっついうとね、発症者は半分になったんですよ。これね、いやちょっと、まだデータが全部出てないんだけど、国立感染症センターのデータを僕が拾った。そしたら、インフルエンザ740万人。 その他の感染症っていうのは大体20個ぐらいあるんですけど、それをずーっと足したんですよ、僕から<ー>。そしたら大体1000万人だった。えー、うん、そうそう。早くこれ発表しなきゃいけないけどね。拡大したら大体1万人。直接死因が大体たい二千2000人です。でね、うちコロナは20万人ぐらいが発症してて、これ発症が報告されてません。PCR 検査の30万人とか40万人は発表されてますが、これは保健所で PCR 陽性者のうち発症者してる割合が大体5割多く見て5割なんでそれでそれで20万人拡大者が3000人で直接死因が1000人それで一番重要なのはこの0.1っていうことですがこれはですねえ70歳以上で亡くなる方のうちコロナで亡くなった人は0.1%なんです。ということは100万人が100万1000人になったかっ っていもともとここで1,000人減ってますからだから例年から減ってますからコロナが入ってきたことによってえまあ当たり前だけど70歳以上の死亡数は全く変わってないんですそれで僕はその70歳以上ですから僕の気持ちを直接言うとですねやっぱり70歳以上で死ぬ病気に注意しなきゃいけない。 まさかね1000分の1死ぬ病気にはねもう無視しますよところがえーと昨日ね僕夜遅く放送があって終わったんでえ酒飲みに行こうっつってあああのね伊豆女子の収録に言ったそしたらねどこも閉まってますとはいもう無理です今は誰が決めたのそんなことそう私にそうおっしゃられてますよだってさ僕ね平均年齢まであと4年しかないんで 4年のうちの一晩、ね。はい。4年のうちの一晩ね四4年のうちの一晩ね家に帰ってボスボスと弁当食ったわけだ。ええ、ね。って、ええ、ことは僕の一日が無駄になったわけでしょ人生が楽しむの。まあ、だって人生ってはただ生きしてるだけでいいのいやいやいや。やっぱり友達と酒を飲んで楽しむのは僕の残された4年の人生のうちの 貴重な一日じゃん。まあそう、4年と決めつけられなくてもよろしいと思いますけど、ただ、いや、まあ、かけえだって平均年齢って考えなきゃいけないわけだから。まあまあ、仮にと、仮にとしや仮にっていうか、平均年齢以外に考える余地がないじゃないですか。全部データですよ。はい。意見じゃないから。あ、あくまで。大体そうするとね、今1年間自粛したでしょしたら余命が10年の人を基準にすると、10%損したんですよ。人生を、人生を損したんですよ。 しかも脅すからさテレビで僕の友達なんかみんな家に閉じこもってるんですよ。ねそれから孫にも会いたくないとか東京から来てほしくないとか人生だって孫に会うっていうのは人生の一つなんだよ。ええもちろんね。だから孫に会えないってことは人生を人から奪うんだよ。ね奪うだけの根拠があればいいよ。0.1%だよ。0.1%小池さんが100倍にしたってことですよ。 明らかに。そうじゃないですか。違ういえいえ、もう。あなたなんか若いから、まだまだ人生があるから、いいと思ってるでしょいや、そんなこと思ってませんよ。年寄りの身にもなって、放送すんだったら、全国民の身になってやんないと。天の役を見習ってくださいね。今日は皆様ご臨席ですから。まさかこんな展開になると思いませんでした。つまり、僕の言いたいのは、若い人は、 自粛しても損害は少ないけど年取りはやっぱり自分の人生を失いますからそれやっぱり考えなきゃいけない、実はね年取りの方が死ぬんじゃないんだということはもう2月去年の2月13日に東京都歯科医が言ってるんだからその通りになったわけですよ、ねその通りかそれよりか良くなったんだけどむしろね年取りの死亡率が減ったんですよ。 えお母さんとさ年取りだけいじめてんだろうねあれはこれはほら山内先生が僕の友達の山内先生がこれじゃないけど表を作ってくれた山内先生も同じ結論でんだ山内先生は僕よりかまだ先輩ですから全くコロナって老人は気をつけなくていいんだなって分かったって言ってる そそうですよね、ものすごく比率が少ないから、自分たちは何に注意しなきゃいけないかって言ったら、コロナじゃないんだってことが分かった、こういうデータを見てしまいますとね、だからさ、いや、またこれもなんかデータなしで言ってるのあはいということです、いやいやいあ日本はよく抑え込みましたよ、ここまで。 アメリカなんか大変なことになってますしヨーロッパもそうですけども日本人はねもともとキリー好きでもうしょっちゅう手洗ってうがいしてってやってるのがさらに加速して洗い不安みたいになってるわけじゃないですか、えー、それで今ね先生があの数字も出してくださいましたけども普通のインフルエンザが激減してるんですよね。そうそうえー だからあの毎年、通常のインフルエンザもしくはその拡大を含めてインフルエンザ関係で毎年1万人という数字もねありますからね,ね、はい、だから報道なんか、チラチラ見てるとなんか自治体ごとにあのニュースになってましたけども今年はインフルエンザにかかっている人が半分だとか3分の1だないう報道がチラチラ出てきたわけですよね。そうするとコロナによってその通常のインフルエンザが減ったでコロナで亡くなる方もいる。 これあのコロナで亡くなる方よりも、ね、あの通常のイン,フルエンインフルエンザで亡くなる方が減れば措置法が大きければです、ねまあ、こういう言葉はちょっと不適切かもしれませんがお釣りが来るというかコロナによって結局、感染症で亡くなる人が減っているという。うん この時代ですよね、えーえー、なのに今先生おっしゃったように8時以降どこも店やってないとかですねだ、えー、<laughs> から釣り合ってないですよね、はい、ですから先生おっしゃった通り私もですね五類,類まで落とすべきだと思うんですよ、えー、なの,で,あのえで結局あのだって正月に餅詰まらせて死ぬ人の方が多いんですからコロナで亡くなる人よりも1月だけで1300人亡くなってるんですよ いや別にいいんですよ、あのコロナであの自粛せいとかステイホームとか緊急事態宣言ってやるのは結構ですけど、だったら持ちも禁止せいやって話ですよ、えー、それで初めて釣り合うというか、持ち自粛ね持ち自粛ですよ、別に持ちを自粛せよと言ってるわけじゃないんですけれどだ <laughs> からその程度ですからね、えー、まあちょっとあの、まあ、私はあのあのコロナが怖くないという気はないんですが、えー、まあやっぱり正しく恐れるということが大切だと思うんですよね、ね恐れなさすぎもだめ、恐れすぎもだめ。えー なので、まあ、正しく恐れるということが大切じゃないかなと思って、ね、ちょっと日本社会はメディアがね主要メディアがやっぱ煽ってそのそうが数字取れるわけですから、えー、でしかもそれが自民党に対する打撃になると思ったら余計やるわけですから<ー>それを一般の視聴者が真に受けちゃうわけですよね。うん、あだけど、はい えー、自民党に対する打撃というかむしろマスコミの報道を見ると日本に打撃があると喜ぶというのね本当そうですね、<は>んもう判事そのものですよね、うん、ああだからあの日本だって,これだってもう1年これほど頑張ってきましたから、えーまあね、第3波あったけどもでも日本、えー、頑張ってると日本人よくやったというね、うん、だからだってやること一つじゃないですか。 もう手洗いうがいあの目鼻口触んないとか三密避けるもうそれだけなんで、えー、あの引き続きねあの気をつけていこうということで、えー、だい大体。だいたい 第3波なんてもう1月6日にピークアウトしてるわけですよ、緊急事態宣言が出る前にピークアウトしてるんですよねで、しかもあれって集計に数日かかるから、実際には1月の4日とか3日とかの,あのあものなんですね、でそれの,あの感染機会って言ったら、今ちょっと検査が早くなったので、かつては2週間って言ってたけど、まあ、今、10日、そうすると10日前ってことになると、もう12月のもう25日とか、そこら辺がもが第3波の感染ピーク、感染機会ピークだったわけですよ。でこれで その後も激減減してガンガンガンって減ってっっるわけですからだからあの緊急事態宣言が出した効果が現れるのは10日後以降ですからね。えー、ということは緊急事態宣言の効果というのは、まあ、1月7日でしたっけど10日というと1月17日以降でているはずなんですけども、えー、これも緊急事態宣言今回分かりやすいのは前回は全国でしたけども今回は11都道府県ですよね。えー、ということは、えー、11都道府県の,その、えー、減り具合とそれ以外の えー、県の減り具合を比較した時にほぼ一緒なんですよね。えー、ということは緊急事態宣言出したところは特に何か効果が出たというのはあのあの統計上見られないんですよねいやもうよ。要するに今回の緊急事態宣言は空振りです、えー、やってもやんなくても基本同じ数字に落ち着いたんですね。はあ いや残ったのは経済的打撃だけですよねだからこんな緊急事態宣言なんてその何度も出せるもんじゃないんだから次もしかしたら第4波とてつもないのが来るかもしれないわけでその時の時に取っかなので、まあ、結局、まあ、菅さんはやりたくはなかったんでしょうけども、まあ、メディアから攻められ野党から攻められで国民世論で支持率下がり。 もうこれどうしようもなくなってもう多分これ意味ねえなと思いながら多分もう菅さんだってやらざるを得ないで一度出してしまうともうだって延長9割賛成でしょ9割賛成って言われたらもうやらざるを得ないまあそこでね何言ってんだと冷静になってほしいって言ってほしかったけどもやっぱ政治の世界というのは基本民主主義ですから9割こうだってなっちゃうとやっぱ。 でそれで反対すると今度こ政権が持たないというかこの総理のもとじゃもう選挙戦えないみたいな菅殺しとか起きまあちょっとまあこのま,あまさにこの虎ノ門ニュースを見てる人だけが本当のこうね正しいこの言論に触れることができるわけでテレビしか見てない人はそうおかしなことになると思うんですよね <laughs>。 なんか NHK にさ、金取られるし不幸になるし、ひどいね、何のためにやってんのかね、あれ、本当ですよね、誰も別に油断しろとかしていいなんていうのは、誰も言ってませんからね、これ、五類に落とすっていうのも、地上波では言えないんですよね、行った人、左遷されてますから、そこまでですかだから、五類に落とすなんていうのは、普通に議論すべき話なんですけからね <Okay. 笑> 基礎認識を正確にま、ね、いりたいところなんですね。では続いてのニュース、武田常哉さん、おりたいただ呼い。じゃあ、はい、あの4番のオリンピックいきましょうかね、えっと番の番の。総理、こちらですよね、失礼しました、はい、こちらでしたね。参りまりしょう <laughs>、えー、総理、五輪無観客否定せず、安全安心が最優先という、こちら続けておりまいりましょう。 共同通信の記事によりますと菅義偉総理は2日の記者会見で新型コロナウイルスの感染拡大を受け夏の東京オリンピック・パラリンピックを無観客で開催する可能性を否定しませんでした観客については今後、内外の感染状況も勘案しつつ安全・安心の大会にすることを最優先に検討を進めたいと述べました。 政府内では7月23日のオリンピック開会式までにコロナウイルスの感染が収束しない事態を想定し無観客で開催する案が選択肢の1つとして浮上しています大会組織委員会の森喜朗会長も1月28日大会の観客の上限や